ちょっと何も決まってない。今日出たことしか決まってないから。で、昨日やっぱ緊張して寝れなかった。うん、寝れなくてさ、やっぱさ、まあ、たった1年半ぐらいだけど、たった1年半ぐらいだけど、寝れなかったね。昨日の夜飯も食ってんよ。夜と朝も食ってない今日。もうこの、何？外に出れるってワクワク感。雨きついね。今日曇りの予定だったんだよね。で、明日雨なんだよね。明日東京、明日雨でしょ。今雨降ってんの東京。雨降ってたらどっか飛んないとか。ホテルかなんか。八王子やからしかいない。やっぱ怖い人多いよね。怖いっていうかさ、昔悪かった人みたいな人。リスナーも結構そう。あとね、そうだ。裁判に来てくれた、ね、東京からわざわざ来てくれた、方、配信者とかね、ありがとうございます。わざわざね。あと、福岡から、アンチの方もね、今アンチなのか知らないけど、アンチの方もわざわざね、第1回裁判から第5回まであったんだけど、第3回まで来てましたけどね。はい。ありがとうございますね、わざわざ自分のために時間を作ってくれて。弁護士がびっくりしました。福岡で泊まる？いや。泊まんない。泊まっても結局10時までじゃん？ホテルって。で、今日の4時とか3時ぐらいからホテル入って、明日10時じゃん？だったら今日帰った方がいい。一回帰るっていうか東京に戻った方がいい。やっぱり。まあまだ10時ぐらいでしょ。ちょっと、泊まって本当はゆっくりしたいんだけど、そんな余裕もない。あ、R さん亡くなったの知ってる。手紙で、リスナーさんからの手紙で知った。R さんが亡くなったりとか、あと、3人ぐらい亡くなったんだよね。確か俺が中に入ってる間に。配信者3人か。R さんはあれでしょ？ねえ、自殺しちゃって。俺も何度か会ったことあるからさ、結構ショックだった。ショックっていうか、なんだろうな。泣いたとかそういうのじゃないけど、ショッキングだったよね、ちょっとね。びっくりした。あとね、前の彼女さん、ね、手紙来てましたけど、3通ぐらい来たのかな。3通ぐらい来たけど、関わるつもりが僕、ないので、申し訳ないですけど、応援してくれるのはありがたいんですけど、やっぱね、あんま、お互いにとっていい影響がないと思うので、これからはね、今日は佐野さんにお礼参りしませんか？うなちゃんまん。うなちゃんまんね、大阪まで本当は行きたいけどね、うなんちに泊まるっていうのも一つの手だよな。ただ、やっぱ旅費がかかるからな、旅費が。まあ、ここにいてもしょうがないな。なんか、人参公園っていうところにいるんだけど、人参かな？人参公園。とろみさんの家に行ってみてはどうでしょうか？とろみさん？あ、俺嫌われてんの。嫌われてるっていうわけじゃないかもしれないけど、距離を置かれてる。あと、とろみちゃんところ、あれやろ、旦那さんいるやろ。あ、チェイどうも。待ってました。キャッセンよ、ロー、いらっしゃい。今さ、まあ、みんなにちょっと聞いてもわかんないかもしれないけどさ、ツイキャスとかふわっちとか、原付き旅、もう終わったよ。終わった。原付きがない、今。リスナーさんの家に預けてて、一応4月ぐらいに取りに来る予定。一回ね、こっちに。いやー、寒いな。お前、タバコ吸いすぎだろ？水差しわかるぞ？あ、多分。
あのね、タバコをどんだけ我慢してたか。この1年半さ、タバコが吸いたくて吸いたくてさ、ずっと我慢したんだから。もう出る前からタバコを吸いたくて、あとね、ミスタードーナツのエンジェルクリームが食いたくて、エンジェルクリームは食ったんだけど、さっき。タバコはね、吸いたいよ、やっぱり。シャバ出たって感じがする。シャバってか、外、社会に出たって感じがするもん。一応、服装こんな感じね。なんか、この、なんか、ジーパンとさ。どう考えてもエンジェルクリーム顔じゃねえだろ。じゃあ何食うんだなあ。やっぱね、俺はあれだね。女にうつ抜かしちゃダメだな。あと、遠くに行っちゃダメ。東京から離れちゃダメだし、あと、放送もせずに、こもったりとかさ。ナイフが家止めるらしい。あ、ダメ。あのね、そう、切れたナイフのお母さんいるでしょ？ナイフママ。ナイフママね、聞いてるか聞いてないかわかんないけど、手紙もらったんだけどさ、ナイフママから。見れなかったのよ、中入る間。ね。それは、脅迫文章みたいな手紙の内容を書くと、俺の方に入ってこないから、そう、まだ見てないんだけどさ、読んでないんだけど、出所時交付って言って、出所するときに渡されるんだけど、そういう文章はやめてください。中に入らない。区長っていうね、お偉いさんに怒られたから、俺が。こういうね、脅迫まがいの手紙を送らせるのをやめろって、怒られた。裁判、あ、ジマさんいらっしゃい。もしかしてあれ？ちょっとスキンヘッドっぽいさ、髪型の人？ちょっと、怖い、怖い人？その人とね、おばさん、一人おばさんを覚えてんだよな。そのなんかスキンヘッド、なんかちょっと顔が怖い。頭に葉っぱついてる。ありがとうございます。あ、ちょっと晴れてきたか？村野さん、どうも。EU さんに脅迫状送るなんてバカかよ。なんかね、ちょっと手紙の内容、どこだっけ、手紙。いいや。なんかね、脅迫文書を送ってきたって、来たな。まあ、しょうがないね。脅迫される、まあ、悪いことしてるから。あとね、もうちょっと中で捨ててきた、手紙はライブ、みんなのは捨ててきたんだけど、多くのね、人から手紙いただきありがとうございます。励みになりました。あ、13発でいらっしゃい。これからちょっと皆さん、お手柔らかによろしくお願いします。自分もね、謙虚に、これからはもう45、今年46になるし、あ、これ来年か、46になるし、コロナが怖くてさ、俺中に、もう今さ、福岡刑務所はさ、またコロナでロックダウン中なのよ、今。ちょうど3日前ぐらいからコロナの感染者が増えて、もう逼迫してみんな部屋の中にいるだけ。で、風呂とかも入れない。俺はもう入ったけど、昨日入ったけど、風呂入れなくて、部屋の中にずっと本読んでるだけ。それか寝る、布団引いて寝るか、ごっすいって言って昼ね、してるだけ。ラーメン食べよう。ラーメン屋ね、11時か。福岡はね、店やるのが全部だいたい飲食店とか飲み屋さんとか午前の11時から。なんで11時かわかんないけど、だいたい11時から。あ、そららさんいらっしゃい。まだ店やってない。10時22分。2020年、あ、俺ね、本当はね、計算して、出所日がバレないように、ね、逆算すると、計算すると、
出所日がバレるから控訴して出所日を伸ばしたのよ。